んこんにちは、早速今日はおせち料理を簡単にお家で作ってみる方法で、ご紹介していきたいと思います。100均で売ってますのでね、入れます。肩の後ろ側にこういうふうに合わせて線をつけます。ここを切ったら次上、次横、次下というふうに互い違いに切ります。長い方が後ろに来るように入れると倒れてきにくいですね。ビニールこの中にどんどん入れちゃいましょう。 100g 卵、大さじ1、繊維が出てるのを断ち切るように円を描きます。そうするとですね、見えますか、パパパパッとこう繊維がね中には入らないんですね。こんな感じです。タッパの中に水につけて新しいお水をね入れ替えながら使っていくとですね、長持ちします。新しいお水を張って冷蔵庫で野菜室の中でこの状態で保存しておきます。大さじと、はい、私三温糖を使っております。大さじ4杯、玉ねぎみじん切り。玉ねぎはですね、この芯の部分はちょっとねわざとつけといてもらって、見えますか、ここの芯のとこちょっと残してます。ばらけないようにね残して、ひっついた状態ですね。ひっつけたまま、あとは、小指と親指でぐっと挟んでもらって上からそっと添えます。あとは細かく薄くスライスしていく要領です。そうすると一発で同じサイズのみじん切りが作れます。はい、最後残ってますがここは同じです。ひっついてますけども全く同じやり方、はい、横から包丁2箇所ぐらい入れて、あとは細かく芯の部分は実を言うとしっかりと細かくしていただいたら食べれますので、捨てずにこのまま使っていきましょう。無駄なく使っていきたいと思います。はい、しっかりと揉み合わせるだけ。三角形にします。袋の口を縛りましょう。はい、そして絞り袋にしたいのでここはもう2センチぐらいちょっと切っちゃいましょう。キッチンバサミでね切ります。分量的に同じ厚みになるように入れていきます。結構浅いです。ミートローフになります。叩いていただいて空気を抜きます。ある程度ね平らになったらもうそれで大丈夫です。ここね、たくさん振ります。緑緑青のりがねそんなに消費しないんですよね。消しのみ、消しのみがなかったら白ごまでいってください。消しのみがあるとねちょっとお上品に見えます。こんな感じです。無駄なくいきたいのでできるだけ大きさ揃えてギリギリでカットします。はい、ここまでです。焼けました。ジューシーです。ふわふわです。